アローラー、こんにちは、こんばんは。ダイスチャンネルダイスです。今回はポケットモンスター3分やっていきます。初めてのバトルツリー、冷凍に行くためにいろいろと育成したんですけど、こっちからね挑戦して冷凍に移行していこうと思います。まだまだポケモン技とかね、何がいいとかわからないことばかりなので、ぜひコメントで皆さん教えてくださると嬉しいです。まだの方はチャンネルのご登録もしていただけると嬉しいです。ということでお待ちしています。これですね、シングルバトルに挑戦、何回までいけるかわからないんですが、行ってみたいと思います。今ですね、ちょうど手持ちに入れてるこの子たちにします。はい、キューコンはね、ロコンちゃんをチャチャチャさんから譲っていただきました。ということで最初行くのどうしようかなって思うんですよね。これここでなんかいろいろとあったりするんですよね。まだね、私2段ギルなので、ちょっとこの子はまた、あと何を持たせたらいいのかわからなかったので、いろいろとね持ってて持てるやつを持たせてきた感じになってます。この持ち物とかもよかったら教えていただけると助かります。はい、よし行ってみよう。どこまで行けるかな。そう、前にね旅パーティーでちょっとやった時は5回ぐらいまで行って諦めました。行ってみます。連続バトルシングルのスタート。はい、いっぱいいっぱい頑張る。あんたも頑張ってね。ありがとうと、どんな感じでやっていくのかは、一応ですね5回ぐらいまでやったから分かってはいるんですが、このね3体だけを使っていく感じっていうのがよくよく分からず、やってる感じです。氷だよね。ガブリアスでいいのかな。ちょっとミミッキュの方が良かった気がする。どうしよう。そうだな。そしたらあんまり聞かないけど、まあ、岩なだれとか入れてるのでね、この辺でいいかな。岩なだれ一応なんか入れてみました。そのガブリアス、もともとアイアンヘッド激鱗は持ってたんですけど、地震がねアルファサファイアオメガルビの時にとても強かったので、この子がくっつけられたので技マシンを入れたんですが、こんな感じで良かったのかな。次リングマ、初めて見る。緊張感、あ、木の実が食べられなくなるんだ。どうしよう。リングマって何タイプなんだろう。格闘？になるのかな。いいかな、地震。わお、あ、サメ肌残していっちゃった。うわー、ガブリアス、あられ、襲ってくれてるけど、これはどうしよう。キューコン？いや、ミミッキュー？てかこの3匹でよかったのかな。あ、どうしようかな。キューコンにしよう。はい、あられにもなってるので、一応キューコン。すごいなんか美人さんだよね、キューコン。どうしようかな。吹雪、フリーズドライ、噛んじゃった。フリーズドライ、あ、いけた、よかった。あともう1体で1回目。あ、ブラッキーだ。ブラッキーか、フェアリー入れていてよかったでもこれ怪しい怒り入ってるけど大丈夫かな。よし、いける？あ、もう一回。月の光回復するんだよね。食べ残し回復してる。よし、月の光、これどうしよう。うわー、自分を攻撃してる。あ、いっぱいになっちゃった。こういう時は入れ替えた方がいいのかな。じゃれつくももあるからこっちにしましょう。ミミッキュに変えよう。変えない方が良かったのかな。え、皆さんだったら変えます？一応なんか馬券の皮はあるからこっちに
変えた方がいいかなと思ってじゃれつくにします。しっぺ返し、化けの皮、ここで当たるんだ。カクンって、あー回復してる。どうしたらいいんだろう。じゃれつく。このなんか何タイプの対策みたいなのを特にしてなくて、好きなポケモンさんを育成してきた感があるんですが、どういう子が良いのでしょうか。まずい、俺は連れてくる子が違ったのかな。あ、いけた、よかった、えらい、ミミッキュ急所やった。これで1回よし、バトルポイント1ゲット。次2戦目いきましょう。このままでよしなのかはちょっとわからないのですが、あ、スカルダンっぽいお兄さん、いけるかな。バッドガイ、ムクホーク。ムクホークは飛行タイプ。ガブリアスでいい？ここ電気系の子とか今いない。大丈夫ですかね？威嚇入ってる。岩なだれだよね。あ！サメ肌残してる。えらい！傷ついて、岩なだれ。もう一回。もう一回岩なだれ。ガムシャラ。ノン！サメ肌を残す。で、岩なだれ、よし、オッケー。これポケモン入れ替えた方がいいのかがいまいちよく分かっていないですが、うわー、ドラビオン毒地震。あー、でも半分ぐらいしか入らない。辻斬りが来る、まずい。た、銃溜めてる、止めてくれてる。もう一回地震行こう。ドラビオン、これで、あ、いけた、よし。そう、ガブリアスがいいよってコメントで教えてくださってる方が多くて、ガブリアスはね今いるんですよ。で、ブランキーがいるのか、効果はありだけど、ちょっとこのまま行って次のターンで変えよう。しっぺ返し、痛い、サメ肌残す。ありがとうガブリアス、お疲れ。で、ここでどっちにするかですよね。食べ残し回復を考えても、キューコンにしようかな。キューコン、はい、雪降らし、これで、ムーンフォース。ブラッキーって何がいいんだろう。あー、大丈夫、またちょっと回復するよね。はい、ムーンフォース当ててくれてる、えらい、いけたー、よし、オッケー。この3体で合ってるのかな、なんかちょっと合ってる気もしますね。間違ってるかもしれない、間違ってるというよりかは選択が違ったかもしれませんが、これで3戦目いってみます。お、バットだってさ、まず振らなきゃボールには当たんないんだよ。はいやってみなきゃ分かんないってことだよね。教えてもらっちゃった。スポーツ少年のヨヘくん、何が出てくるの。切り刻ん、お、初めて見る。ガブリアス、いけるのか、プレッシャー。ガブリアスどうする。やっぱり自信が入っててよかった。よし、いやー、もうちょいもうちょいもうちょい、挑発に乗ってしまってる。はい、自信、もう一回、オッケー、ふー、よーし。あ、怪力、このまま行ってもいいかな。激凛、もうちょいもうちょい。あ、正体見破る。あ、でも押せた、よかった。よし、疲れ果ててしまってるけど大丈夫だよね、きっと。あー、ルカリオだ、ルカリオな、どうしたらいいんだろうっていつも思うんですよね。自信、あ、ストレートにいけてる、やったー。
人生もさ、まず振らないって何も当たることないから、はい、その通りです。これで3戦いけてる、よかった。次4戦目いってみましょう。4戦目、このままでどこまでいけるか分かりませんが、やってみます。女の子、この子の1体目が誰なのか。ラパパちゃん、フレフワン。うわ、かわいい、ピンクのポケモンだ。そして初めて見る子ですね、フレフワン。お、アイアンヘッドが効くんだ。この子何タイプなんでしょう。鋼が効くってことはフェアリーなのかな。ピンク、もう一回。あ、混乱しないでガブリアス。ドレインキッスしてる。うわー、もう一回頑張ろう。サメ肌残してくれてるけど、もう一回頑張ろうガブリアス。もう一回アイアンヘッド決めよう。いけ、メロメロで出せない。そっか、メロメロだと出せないんだ、サメ肌。そしたら地震、地震も出せる。ダメなんだ。あ、この効果知らなかった、気をつけます。こうなった時にはポケモン変えるっていう選択肢でいいのかな。次あったら変えよう。ミミッキュ、いやー、キューコン、キューコンかな。フェアリータイプにはアクトか。これでどうするかですね。まあ、ムーンフォース行ってみますか。あー、これぐらいしか入んないんだ。キューコンメロメロ。どうしたらいいんだろう。メロメロになると一回変えてみた方がいいのかな。メロメロになったらどうするんだ。うー、難しい。ふわふわ変えてる、不思議花。いやー、かわいい、ミミキュ。あ、あられがね。ミミキュどうする、どうしよう。シャドウクロウ、影打ち、影打ちにしよう。ヤトリギの種渡らない。あられ9個のあられが。さあ、ここでどうする。じゃれつくよりは今は影打ちの方がいいのかな。よし、あられでもお互いにちょっとずついってるから、このまま。あー、ヤトリギの種が来てるんだ。影打ちもうちょっと頑張ろう。はい、毒毒、あられやんだ、毒入ってる。でも不思議花もね、あっちの方が黄色いから、もうちょっとだ。ミミキュ頑張ろう。ネオハルされてる、まずい、吸い取られる。ヤトリギかわー、吸い取られる。ミミキュ毒も入るよ。よし、もうちょっと頑張ろう。駆け打ちしよう。えい、駆け打ちだけでいいかな。うわ、回復してる。ミミキュー、はっ、毒のダメージで倒れた。キューコンだけだ、いけるかな。もう最初からキューコンに変えておけばよかったと思いました。雪降らせもついてるし、氷、そうだね、フリーズドライ、先生の爪今持ってるので、これで早く一応なってるんですよね。凍ってる。よし、もうちょっと頑張ろう。キューコンどうする。フリーズドライ、吹雪の方がいいのかな。はい、よし、凍ってるから、もう一ターン行きたい、入りたい、入れたい、当てたい、お願い。よし、オッケー。あ、少し残ってるけど、これは氷で行けましたね、よかった。あ、ガルーラだ。うわー、
どうしたらいいんだろう、ガルーラ。吹雪？うーん、ゼット技使うんですか？まずい。うおー、危ない。痛い。吹雪。お願い。よし。ピヨピヨパンチ。キューコーン。手持ちがいなくなってしまった。はい。こんな感じでバトルツリー4連目違った4戦目でやられてしまいました。これは今回とちょっと違うポケモンをまた連れてバトルツリー挑戦してどうやって戦えばいいのかまた皆さんのコメントを参考にさせていただきながらやっていきたいと思います。やってしまった。最後キューコンから出せばよかったかもしれないですね。はい、ということで最後まで見ていただいてありがとうございました。今後はねレートもやり方覚えながらどういう風に言ったら勝てるのか考えながら調整しながらやれたらいいなと思います。それではまた See you!